ニック・ジョンソンは、アメリカ合衆国、アリゾナ州ギルバート出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、シューティングガード。アリゾナ州の地元の高校から2009年に、ネバダ州のフィンドレー高校に転校し、2009から2010シーズンは、州の成績で32勝2敗という記録を残し、大学は、地元の強豪校アリゾナ大学に進学。 2012年の PAC-12 のフレッシュマン賞を受賞したジョンソンは2014年には PAC-12 のファーストチームオールディフェンスチームに最優秀選手も受賞するなど飛躍の年となり4年生の2014から15シーズンはプレーせず2014年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明したところがドラフトでは2巡目指名には満時 42位でヒューストンロケッツからの指名となった。ルーキーシーズンは NBA での対応に苦しみ、28試合の出場に止まり、シーズン終了後にタイローソンとの大型トレードでデンバーナゲッツに放出され、2015から16、シーズン開幕前の10月24日に解雇された。その後の所属チームもなかなか決まらなかったが、2015年12月28日に、 サンアントニオスパーズ参加のオースティンスパーズと契約。1シーズンプレーした。2016年9月8日、オーランドマジックとトレーニングキャンプに関する契約を結んだものの、開幕前に解雇。10月28日に PBL のバイエルミュンヘンと契約した。おじはバスケットボールで遠道入りの元 NBA 選手のデニス・ジョンソンで、シアトルスーパーソニックスとボストンセルティックスで、 NBA チャンピオンを経験した。1979年にスーパーソニックスで優勝した時は NBA ファイナル MVP に選出され、セルティックス在籍時に着用していた背番号さんは永久欠番に認定されている。ありがとうございます。